全然前世の闇に出会って大興奮の夏木先生、嬉しさのあまり画面上への配慮を忘れる。第一印象は最悪だね。ガルマク散歩がまさかの前後編になってしまう試合覚悟。お正月特番かな。ちなみにおみくじは大吉だったよ、イエイイエイ。ドロテアちゃんが探す二の切れとは一体。全然前世の闇にうつつを抜かす先生の前についに本妻が登場。そういえば、やだ、何話してんの。ねえ、何話してんの。もうやだ、仲間に入れてよ。最高生、本当に見事だった。ボーイズトークしようよ、ボーイズトーク。俺もお前を見習って研鑽を積まればな。じゃあそれほどでもないですよ。よければ今度稽古に付き合ってくれ。付き合う付き合う。改めてお前の剣を受けてみたい。いやもういつでも言って。何時に誘われても行くから。だディミー、ディミトリー。よう、あんたらの課題は盗賊討伐だって。俺たちの平和な課題とは大違いだな。ちょっと犬うるせえな、黙れよ。教団のお偉いさんたちがあんたの実力を試そうとしてんのかもな。うん、クロちゃんね、それ当たってると思う。なんかレア様はね、先生の実力とかも知りたいのよね、きっとね。うん、もっとなんかさ、ボーイズトークしようよ。好きな女性のタイプとかね。えどういう女性が好きなの、教えて教えて。ねえ、行くよ。ここにいてもね、仕方がないもんね。先生。あ、ドゥドゥ、ごめん、近寄らない方がいい。これにはなんであまり近寄らん方がいい。大丈夫、臭くないよ。ダスカー人とつるんでいるなどと噂が立てば厄介だ。言わせておけよ、そんなの。ダスカー人とかさ、そういういいじゃんね。ズー自身がいい子なの知ってるからさ。訓練場ね。訓練場ね、ここにはね、よく、まあ、このカスパル君たちとか、フェリクスいつもここにいるんだよね。せっかくここに足を運ばれたのですし、先生も剣の稽古をしてはいかがですか。いや、稽古もいいけど、ちょっと疲れるのやだな。訓練後は、馬の世話をして、読書をして、私にとっては最高の贅沢です。勤勉なのよね、イングリッドちゃんって。スカウトできないんだよね。あのイノシシ王子とは、生まれた頃からの、いや生まれる前からの腐れ縁だ。だからこその忠告だ。奴は腹の中に獣を飼っている。武芸の腕と馬鹿力だけは信頼してもいいが、人間としては全く真の置けない男だ。まあね、獣飼ってるよね。個人的にやっぱディミトリーの中にいるのはホワイトタイガーかな、ホワイトライオンかなって思ってるんだよね。え、めっちゃかっこよくない。え、先生どうしようかな。先生、もう獣飼うわ。お前もせいぜい食い殺されぬよう気をつけることだな。うん、わかった。スカウトできない。どうしよっかな。ねえ、なんか先生に似合う獣考えといてね。おう先生、訓練で一汗かいたところだぜ。ここねえ、ここね。そういや、なんか変なもん拾ったんだ。小さい布切れなんだけどよ。この布っていうのが、さっきドロテアちゃんが探してたやつなんだよね。まあ、実は汗を拭くのには役立ったな。この布切れっていうのはね、あの、そうだな、三角形で身につけるものなのよね。それをね、ドロテアちゃんはなくしちゃったのよ。ドロテアちゃんって水色なんだね。次の課題は盗賊退治なんだろ。しっかり鍛錬しとかねえとな。そうね。ところで先生、
1対1の勝負で大事なのは力と技どっちだろうな。どっちかな。私もどっちかわかんないからラファエル君に寄せましょう。だよな、俺もそう思うぞ。結局最後に頼れるのは自分の筋肉。めっちゃいい笑顔だな。バウトできません。大聖堂は静かでいいわよね。うん、ここにいると気持ちが安らぐわ。そう、ところで先生も女神様にお祈りをしに来たのかしら。いや、あ、でもそうだな、その通りだって。あらあら、私もそうなのよ。先生、一緒にお祈りしましょう。するするする。メルちゃんとあの縁が結ばれますように。ローレンツくん、あれローレンツくん、そういえばめっちゃ祈ってるじゃん。フォドラの貴族たるもの、敬虔なセイロス神徒たれ、先生も主に祈りを捧げに来たのか。いや、そうか。実は僕も信心深い方じゃないが、貴族として祈りを怠ることはできないのさ。なるほどね。そういえば、こんにちは。大聖堂の隣には死聖人を祀る小聖堂がある。死聖人は知っているか。聖インデッハ、聖マクイル、聖キホル、そして聖セスリンですわ。先生はどなたがお好きですの。君も教団の一員になったのだ。教義や伝承はしっかりと覚えておいてくれ。キッホルさんが好きなんですよ。で、先生はキッホルさんがいいなって思うんだ。あ、これかな言ってたやつ。すまねえな、助かった。あ、やっと兵団もらえた。兵団もね、装備するとステータスが変わるのよね。これもおいおいね。あとはチョコか。アンネマンさん、実に興味深い。生徒たちを見事に指導し、対抗戦で立派に采配を振るい。なんかさ、めっちゃ模擬戦のこといろんな人に褒めてもらえるのは嬉しいんだけど、なんか嫌味を言われてるようにしか聞こえない。未知の紋章の力を持っている。そう、君のことだよ。なんかこう口説こうとしてる。違う、大丈夫。君も素晴らしいが、君を教師にしたレア様の慧眼もまた恐ろしいものがあるな。いや、怖いよねあの人。赤き谷ザナドはセイロス教によって大きな意味を持つ土地なのだよ。我々のように修道会に属する者でさえ乱りな立ち入りは禁じられている、ね、それを踏み荒らすとは、まったくなんと不届きな盗賊どもか。レア様の怒り買うよね、そりゃ。レア様元気？邪魔だな。よく訪ねてきてくれましたね。めっちゃ嬉しそう、今のさ、イエイっていうあの手握る感じ、かわいいじゃん。何かわからないことや困ったことなどはありませんか。こっち聞いた方が嬉しいんだな。教義は信徒にとって道しるべのようなもの、書庫も活用して理解を深めてくださいね。なんなら私が直接とかなんか言いそうだよね。めっちゃ好きだもんね先生のこと。私はここにいることが多いので、何かあれば
また訪ねてきてください。はい。いや先生のこと好きなんだよね、レア様。もうわかるけどさ、チョコに来るのは初めてだね。誰かいるね。ここの蔵書を利用できるというだけでも入学できてよかったと思いますよ。ポドラ各地の本を読んでいると、それだけで旅に出たような気分です。いやほんとさ、オタクみたいなことばっかり言うんだよね、イグナーツくんって。だからオタクにさ、実際に旅した方がいいとかさ、ダメだって。そう、本から学べることも多いって同意しておこう。はい、そう思います。先人の知恵や経験がたくさん詰まってますからね。ほら、オタクの考えてることわかるって。もうスカウトできないって。なんかどっか湯気が立ってたんだよな。ん、今何を拾った。うんうんうん、レシピ本、あれ3冊あんのか。クリアしたね。で報告しに行こうね。え、すごいな。うんうん、無数の本の海を泳ぎ、目当ての一冊を探し出す。こんな途方もない作業も好きなら全然面倒じゃないですよね。これが剣なら地獄ですけど。リンハルト君もさ、得意なことに特化した性格なのよね。やっぱ天才ってそういうもんなのかもしれないね。おやまあ、助かったよ。うん、よかった。あ、そっか、料理か。料理はいいや。ご飯食べれるかな。どうしよっかな。あー、なるほど、ここか。でもさ、エーデルガルトちゃんやる気満々なのよ。どうしよっかな。ここにしておこうか。陰キャ同士。私の好物を選ぶなんて分かってますね、先生。でしょ、分かってるのよ先生。これ僕の好物なんですよね。わざわざ選んでくれて嬉しいな。やっぱりリンハルト君って物を率直に言うからさ、なんか裏を持てなくていいよね。やった。あ、上の行動のあれ使っちゃったからやれることないんだけど、ちょっとね、確認したいことがあるんですよ。ほら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 、ここ前にさ、動画でここ大事だからねってこうぐる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 したと思うんだけど、そうよ、ここよ。やったー。はーい、行きます。これさ、オンラインランキングってオンライン契約してると見れるんだけど、これみんなの名前になってんだよね。めっちゃさ、解釈一致だよね。フェリクスとかさ、絶対猫じゃん。あとブレーダッティスとかね。懐かしいなぁ。BGM が懐かしい。いないぞ、透明人間か。あんた、地上の人間でしょ。こんな場所に何の用です。あ、もしかして新入りの先生ですか。じゃあ入ってもいいですよ。ここは地下の町、アビスです。柄の悪いのが多いので、
お気をつけて。はい。このね、あの番人の人もね、すごいなんか物語があるんだよね。うん。ジロジロ見やがって。なんだよてめえは。そりゃ見るわ、そんな格好でいたら。腕の立ちそうなやつだな。どっか行けよ。そんなこと言わないでよ。このね、謎の教師っていう人がいるんだよね。あ、そっか、まだ解放されてないのか。この人もね、すごい面白いんだよね。これはまたおいおいね。あとは、いや、アビスってさ、結構作りが複雑なんだよね。え、ネズミ通り。あ、左の方にいるの誰だ？誰かいる。バルタサールさんか。こんにちは。お、見ねえ面だな。お前、ここの住人じゃねえだろ。うん、とはいえ、盗賊にも見えねえし、アキンドって風体でもねえな。何者だ？伝説の教師です。うん。教師だ。教師？うん。おー、噂の新任教師か。で、俺より絶対若えだろ、お前。俺はバルタザール。同盟寮の出身だ。よろしくね。よろしくね。そう。ねえ、スカウトね。できるのよ。もうちょっと。もうちょっと待って。異教の祭壇。あ、名聖地ね。はいはいはい。結構いろいろもらえる感じよね。いや、ここもおいおいやってこう。あ、こっちにも誰か。あ、顔役。キャに変えようか。うん、全部クリアしてんだな。また来てくれ。ハッピちゃん、ハッピちゃん。見えないし。こんにちは。君が何者か当ててあげよっか。うん。上の学校に新しく入った先生でしょ。ハッピ知ってるし。そっか。どこかで会った。いや、正直どこかで会ったってめちゃめちゃ会ってんだよね。ここでもちょっと噂になってたんだよね。こういう顔してたんだ。割と普通じゃん。普通かな。先生結構顔面偏差値高いと思うんだけどな。普通か。ねえ、スカウトでもうちょっと待って。ここなんか、ああ、占いのね。はいはいはい。はいはいはい。あ、川の盾いいじゃん。あ、銀の剣プラスやば。まだ使えないけど。しかもプラスだしな。いいな。いよいよですよ。いよいよで、ね、ちょっと緊張するね。ちょっとね、混ぜてね。緊張するからさ、話聞いてもらっていい？行くぞ行くぞ。ちらっとこいるいるいる、ねね、あ、いるいるよ、いる。いるよ。あ、
ちにいるのが、怖い。いる。どうしよう。ちょっと緊張するんだけど。ねえ、どうしようどうしようどうしよう。顔変じゃない？大丈夫？こっち行くね。あら、あなた、どなた？かわいい。アビスに似つかわしくない風貌ですわね。かわいいな。もしや地上から降りてきましたの？一体何が目的というのでしょう？君たちに会いに来たんだよ。別にって、どうせレリコか。関係は関係、そうおっしゃいましたか？ここをどこだかご存知ありませんのね。知ってるよ、アビスでしょ。思い出しましたわ。あなた、レオ様に大抜擢されたという新任の教師ですわよね。そうそう、地下でも噂になっておりましたのよ。私はコンスタンツ・フォン・ヌーベル以後お見知りおきなさって。うわーかわいい、コンスタンツちゃんね。ちょっと名前言いにくいんだけど、この子ね、好きだったんだよな。可愛いのよ。でね、このめっちゃオーホホってキャラだけど、それだけじゃないのよね。だね、いつかね、お見せできたらいいなと思ってます。で、スカウトね、ちょっと待って、あ、いるよね、いるよね、いるんだけど、いる、あー、いるね。ずっとこうしててもダメだよね。 いきます。はい。あんたが誰かは知ったことじゃねえが、厄介ごとに巻き込まれる前に立ち去るこった。それとも誰かの指図でアビスへ来たのか？それなら相応のおもてなしをするつもりだが。自分の意思で来たよ。もう相応のおもてなしって、なんか一緒にお茶飲まない？お金なら払うよ。ユーリス君、ユーリス君ね、いつも選択間違うんだよね。なんでだろう、こんなに好きなのに。噂？好奇心旺盛もいいところだな。遅延値上がらない。ここが危ねえ場所だと教わらなかったか？危なくないよ。いや待て、あんたもしかして教師か？近頃大修道院に来たっていう元傭兵の。そうです、知っててくれたんだ。あんたが噂のね。ま、そういうことならいいか。俺はユーリス、これからもここへ来るつもりなら覚えておきな。はい。あ、クエスト引き受けてくれるか？引き受けるよ、なんだってやるよ。いや、スカウトね、スカウトしたい、したいけど、あの A ボタンを押す勇気がない。いずれね、いずれスカウトするから待ってて。うん。謎の教師に話しかけると、そう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 、成長具合をね、見てもらえるのよね。うん。何か言おうか。うん。エガちゃん見ておこうか。どれどれ、指導がうまくいっているとは言えないな。うるさいわ、これからなんだよ。また来いよ。そう、手な具合に見れるんですよ。
来たよ。借りは必ず返す。うん。ああ、やっぱそうだよね。最初の方でさ、コスタス君たちに襲われて逃げた教師がいたみたいな。その人がダメだから、私がね先生に就任したんだけど、そのやらかした教師っていうのが多分あの人のことなんだよね。うん。そうじゃないかなって思ってたんだけど、やっぱそうか。うん。ありがとう。スカウトしたいよ。スカウトしたいけど、一旦自分のクラスある程度育ててからね、迎えに来るから。また会おうね。絶対会いに来るからね。